BMW グループは3月30日2022年に市販予定の新型燃料電池車 BMW iHydrogen Next BMW iHydrogen Next のパワートレインを発表した。 BMW iHydrogen Next には SUV の X5 をベースにした燃料電池車だ。新型 EV の iX3 でデビューする BMW の第5世代の EV パワートレインE ドライブが搭載される。電気モーターの最大出力は 374HP を発生する。モーターの上に配置されたバッテリーは追い越しや加速時にダイナミクスを発揮する。 BMW iHydrogen Next の燃料電池システムは水素と酸素の化学反応によって最大 170HP の電気エネルギーを生み出す。燃料電池の下にレイアウトされる電気コンバーターは電圧レベルを電動パワートレイン、ブレーキエネルギー、燃料電池からのエネルギーによって供給されるバッテリーの両方の電圧レベルに適合させる。 BMW iHydrogen Next には700バールの水素タンク2個が搭載されており、最大 6kg の水素を積むことができる。水素の充填にかかる時間は3から4分だ。 BMW グループによると気象条件に関係なく長距離を走行できるという。 BMW iHydrogen Next BMW iHydrogen Next のデザインには X5 をベースにしながら革新的で持続可能なキャラクターに焦点を当てたアクセントが細部に組み込まれている。外観はボンネットなどに特徴的な BMW のアイブルーのパターンが添えられた。このパターンは立体的なフロントグリルにも採用される。アイブルーパターンはミネラルホワイト塗装のボディのフロントサイドを横切るように躍動的な流れを生み出している。アルミホイールも専用デザインとなっており、燃料電池車であることを示している。リアは BMW のアイブルーディフューザーが装備された。エキゾーストテールパイプのないデザインはゼロエミッション車であることを明確に強調している。 iHydrogen Next は水素燃料電池テクノロジーをBMW X5 のような SUV に効果的に組み込めることを実証している。車両の設計にわずかな変更を加えることで BMW i モデルとして認識できるようになるという。 BMW グループは後続を考慮した場合、水素燃料電池技術が電動車の真打ちとなる可能性があると見込む。BMW グループは今後10年以内にこのテクノロジーの需要が増大すると予想している。 BMW グループはゼロエミッションドライブ実現に向けてバッテリー式 E ドライブシステム EV、 プラグインハイブリッドドライブシステム PHV と並んで水素燃料電池技術分野での開発作業を進めている。BMW グループによると水素燃料電池技術は長期的には BMW グループのパワートレインポートフォリオの4番目の柱になる可能性があるという。 BMW iHydrogen Next の燃料電池パワートレイン BMW iHydrogen Next は BMW グループが取り組むゼロエミッションモビリティの正当性を実証し、また世界中の顧客の移動手段の必要性に対して様々な駆動技術を用意するための研究の成果になる。水素燃料電池技術は燃料の補給が短時間に行え、航続が長く、従来型の動力を搭載する車両と同等の利便性と多用途性が得られるため、大きな可能性がある。BMW グループは2013年に始まったトヨタ自動車との協力の一環として水素燃料電池駆動システム分野の開発を推進している。トヨタは
製品開発協力協定のもと、水素燃料電池自動車向けの燃料電池パワートレインシステムとスケーラブルなモジュール式コンポーネントに取り組むために力を合わせている。との協力による燃料電池は、BMW グループが開発した燃料電池スタックやシステム全体とともに、BMW i ハイドロジェンネクストに搭載される予定だ。ペットのリアル。飼っている人と飼いたい人に、リアニマル。